What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマキュリーです。ヒットマン2、今回ホットソースというチャレンジの攻略をやっていきたいと思います。非常に簡単なチャレンジなんですけど、レンチを使ってね、キュッキュッと、機械をいじりまして、で、爆破で、いわゆる爆殺というか、爆死というか、で敵を倒していきます。で、ちょっとこれやり方ミスっちゃうとね、どの敵にもさ、護衛がいるわけなんですけど、その護衛も一緒にぶっ飛ばしちゃうんで、そこだけちょっと注意するぐらいかな。まず電池を取って、で、キッチンエリアに行きます。で、そこにいるシェフを、ちょっと気絶させるんですけどね。ここの階段上がったところに、いますので、ここから入っていきます。で、これをオンにして、するとね、シェフ一人目出てきますので、彼を気絶させて服装を奪うと。まあ、シェフ二人いるんでね。まあ、もうステルスゲームやってる方だったらわかると思うんですけど、ステルスゲー史上最高の隠れ場所はどこ？僕はずっと言ってるんですけど、ドアの横というか、ドアの後ろ。人がパッて開けたその後ろ側ね。もう、伝統的な、一番使える隠れ場所です。で、ちょっとここで、料理人になると。で、それが終わりますと、ちょっと待機ですね。で、こいつがね、電話かけるんで。で、まあ基本的にもうほとんどすることなくて、もう今からやることって言ったら、この前の白い敵を気絶させるぐらいですね。この電話が終わったらね。はい。で、こっち行って、また同じように。やりまして。で、気絶させるのか。バレないよな。バレないんですわ。はい、OK。あとはちょっとターゲット来るまで待つ感じになりますので、ちょっと待ちたいと思います。はい、ターゲット来ましたんで、ここで、レンジ使って、これで終わりですね。どうも皆さんありがとうございました。また次のヒットマンを見に来てください。じゃあな、ドガーン。あれまだか。ドガーン。Ludmilla Vatrova has been permanently retired. Two targets remaining.